j-wave holiday special super halloween presents thanks to all リリコがお届けしています。この時間のパートナーは私、私弟サッチャが担当しております。そうね、私の弟よりも私に似てるということで、<laughs> このね時間に素敵なお客様が来てくれていますよ。伊丹がきりひとさんです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。お久しぶりです。Oh, Good Friday に来てくれました。もうね、あのもちろんそれまでもね、もう雑誌とかいろいろ見てて可愛い,いな。 って思ってたけど、会うともっと好きになるね僕はね、あの番組ステップワンにはねあのゲストのコメントで登場していただいたんですけどお会いするのは初めてでそうですいやもう本当に嬉しいの娘がめっちゃファンでしかもリヒトでしょ僕ほら、ドイツのハーフだからドイツ語のリヒトから来てるんですよねそうです明かり、光、ライト今日はね、あの勤労感謝の日ということでああのま家族とか友人日頃頑張ってる自分 とか、はい、まあ感謝の気持ちをね、あのリスナーの皆さんにねいろいろ聞いてたりとかもしてるんだけれども、はい、リヒトさんさんなのかくんなのかもう分かんなくなっちゃったんリヒト君は <laughs> <laughs> 感謝を伝えたたい人、<laughs> あなたでしょうか、はいはいあのー。カメラマンさんの相馬和則さん、うん っていう方なんですけど、はい、えっと、はい、これはスチールの方ですか、ムービーですか？あのー、先日まで撮影してた風の向こうへ駆け抜けろっていうドラマのカメラマンさんなんですけど、今日はね感謝の言葉もねご用意してくださってるということで、はい。手紙読んでくださるそうですよ。い泣いちゃうやつね。<laughs> <laughs> じゃあちょっとご、はい、紹介いただけますか？はい。 えー、相馬さん、えー、先日まで1ヶ月半ぐらいの撮影ありがとうございました撮影に入る前に監督から「ここは今から倫理です」っていうドラマでご一緒しててそのお芝居を見て今回僕のことをこの木崎誠っていう失声症の厩務員の役に押してくださったと聞いて本当に嬉しかったです「ここは今から倫理です」の現場ではあんまりお話はしなかったんですけどそうやって。 僕のお芝居っていうのを評価してくださったっていうのが本当に嬉しくてで今回それもきっかけであって現場でもいろいろお話しすることができたのもとても嬉しかったですその相馬さんが僕をしてくださった期待に応えるっていうモチベーションもありながら今回この作品望むこともできたので相馬さん から見て、僕のお芝居が期待に応えられるものになっていればいいなと思っています。えー、本当にありがとうございます。これからもご一緒できるように頑張ります。よろしくお願いします。 素晴らしい。こういう子供にうちの子も育てる。<laughs> <laughs> 大丈夫な、なりますね。ならない、ならない,やい,やいや、もう。サシャいいいお父さんだからね。いやいやいや、素晴らしいな。い相馬さんには、なんかこう、あの感謝の気持ちを直接は言ったことあったりするもちろんその、うん、ありがとうございますっていうお話はしたんですけど、うん、なんかここまでちゃんと、すごい伝え いたのはなかったので<ー>、はい、聞いてくれてるかな聞いてくれてると嬉しいですそれでは登場していただきましょうそう <laughs> さんですまさかの <laughs> <laughs> まさかのでも私すごくねそのこういうふうに言葉にするっていうのはとても大事なことでいろんなあ嬉しいなと思ったらやっぱり ちょっと照れくさいけど特にねなんかこう若くて男の子でなんかこう「ありがとうごめんなさい」って結構難しくてなんかどうしてもどっかにプライドみたいなのがあったりとかするけどこれを直接言われたらやっぱりすごく嬉しいのでねこれからはもう直接ね言えるといいよね。でも今くくだだささいい待ってますななんんかかメール 聞いたらそっこ来ると思いますこね新人とかって言ってる間は結構みんな優しいけどん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 変わってくるから、はい、なんかあった時にねまあそこをちょっとこう噛み砕いてもしかしたら本当にやっぱり理ヒト君のために言ってくれたんだなっていう風にねうう、はい、でも絶対思える子そう<笑><笑>思える絶対大丈夫そう, <laughs> もうお姉さんお墨付きがつきました、ね、<laughs> これからもあのいろんな リヒトくんのスタイルとかを楽しみにしながら映画やドラマではまた違う役を演じてる、はいね、はい、でそれを私たちはもうマブ立ちがやってるんだぞ、ね、ということをう、ね、に感謝をしつつ <laughs>、はい、はい、これからも頑張っていってくださいはい <laughs>、はい、ありがとうございます本当に今日はお人柄にも感謝でございます、はいはい、俳優の板垣リヒトさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました J-WAVE ホリデイスペシャルスープ春雨プレゼンツ Thanks to all.